着いたぞ。ああ。ガーディナにようこそ。いらっしゃいませ。ご宿泊ですか？体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。かっこいいね。やめろ。うまく取れてるな。はい、出来上がったぞ。早く来い。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。
そら、こいつだ。ここは君たちの畑かい？そうだけど、あんたは？なあ、失礼。私はトニー。レストランをやっててね。上質な野菜を探してるんだ。この畑なら、きっといい野菜が育つ。どうだろう？ここの野菜、売ってはもらえないかな？うん、いい野菜だね。これなら、客やシェフも喜ぶよ。これか？頼まれてたやつ。おそらくそうだろう。楽しみだな。着いたぞ。着いたガーディナにようこそ。ありがとう。これで完成させられるわ。もう店に出すのか？ええ、ちゃんと研究して味はもうまとめてあるの。不思議な香りがすると思うわ。私も初めて手にした時は驚いたの。よかったら店で食べていって。こっちはお礼よ。とっても助かったわ。運んでる間も変わった香りがしてたよね。俺、あれ食ったことあるかも。ルナフレーナ様からいただいたというお菓子か？ああ、それだ。不思議な縁じゃないか。結婚式にふさわしいメニューだったんだな。人のいる場所で休めてよかった。外も悪くねえんだけどな。安全ってのは何よりだ。
様、ちょうど将軍も来てますよ。ノクト、もう出発だね。言いそびれていたことがある。何？すまなかった、陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな、ね、分かってやってくれ。別に分かってるし、ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし、いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねえってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねえってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。準備できてんだろ、さっさと乗りな。どうした？必ず帰ってきてください、王様。ああ、わかった。花嫁姿見られなくて残念だったな。水陣討伐の準備随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナフレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。
んかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが着いて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ。ルナ。うん。まあ無事かどうか確認しねえとな。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちょっと心配だ。心配って、ルナ・フレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルがただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエに。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてるぜ。王と襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。しかもだとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら、正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうな。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。親父の。そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと。わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そうだな。水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクトへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うんだ。グラディオも言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃない。かもな。だが油断はできないと思ってる。まだつかないかな。なんだ、飽きたのか。だって見渡す限り海しかないじゃん。さっき見渡す限り海ですげえとか言ってたのはどこの誰だ。親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか。ああ、オルティシエでもらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が。王家の思いを背負うって覚悟がいる。表がそれを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかったのか。その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろ。お前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの。だが連絡を取り合っていると。数年後に和解はしたさ。だが一度も
顔は合わしてね。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って？親御さんの喧嘩。つらかったろうよ。親が死んだのは物事分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろ。まあ明るくっていうか。ありゃ本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか？うん、行っとってな、一度。ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。大田とはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃねえか？ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔？いつものことだろ。まあ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって。親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた？そうだ。店は、あ、飯屋だったか。まあ顔出してみな。ああ。で、なんてとこだ？なんつったっけな。マーゴ、そんな名前だ。へえ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水神を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり、ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備を？してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのかよ。今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？あっと、イグニス頼む。うん、仕方ないな。我々は帰国の文化を勉強しております。今回は
郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ。ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。案外でかい町だぜ。人多いな。これさ、今の職場にいる意味あんの？ホテルに泊まんないのか？聞いとったとこすかねえのさ。飯は？老人だって心配してんのか。飯くらいなんとかしてるわ。ウィスカムもそのうち酒持ってくんだろう。おい、これ見てみろ。どうした？何食べる？何が食べたい？遊びにでも行くか。ねえ、ルナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったとお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな。そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。さて、今日は何を食べに行くか。次、どこ行く？そろそろ宿に入ろう。またいらしてくださいね。腹減ったな。ドレス、さすが盛況だな。真っ先に見ておいてよかった。王子も生きてたんなら結婚式もやってくんねえかな。そうだな、王子迎えに来てやってくんねえかね。ドレス、やっぱり綺麗だね。私も同じ感じにしたいな。そうだね。じゃあ王子の衣装もどっかで頼まないと。王子の方まで期待されてるな。いいね、平和の象徴だね。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ、ルナフレーナ様ご無事でよかったね。うん、こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。さて、今日は何を食べに行った？え、
こいつもうまそうだな。飲んできてもいいぞ。後でマーグにでも行くか。もう夕方か。今日もいろいろありましたな。毎度どうも。ありがとうございます。またどうぞ。の、サボテンダーか。ちゃんと取っといてね。ルシスに戻った時、タルコットに渡そう。ケンティアナ。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。ノクト、あれ見てみねえか。どうした？楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。タルコ、ご飯食べよ。いや、ノクト、これ乗ってみたくない？綺麗な海と洒落た魚介料理、女性と来れればどんなに。俺で、着いたな。早速闘技場に行こうぜ。
そろそろ宿に入ろう。どうも、帰り道もよろしくね。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルバ。ノクティス王子大きくなったな。お、おや、覚えてないか。小さかったもんな。軽くご飯食べよう。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよ。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブスを。ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。ちょっとお店入らない？君は君の考えで動けばいい。だが準備は怠らず慎重を期して臨みなさい。マジで困った時はいつでも店においで。宿はどこにする？
ルナフレーナ様のドレスの制作を請け負っていたビビアンでは、ルナフレーナ様のご生還のお祝いとしてご婚礼用のドレスの撤去を続けると発表しました。調印式の襲撃事件の後、うまそうな、よっしゃい、魚ならうちで買っていきな。前通り、ありがとな。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。またマーゴに首相が来たって。どうも、どこまで行くかい。それじゃ、また会おう。いらっしゃいませ。かしこまりました。いらっしゃいませ。かしこまりました。いらっしゃいませ。ご宿泊ですか。いいじゃねえか。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。はあ、意外とノクトと写ることが少ないな。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。どうも、帰り道もよろしくね。いらっしゃい、ゆっくり見ていってよ。またどうぞ。待ってたよ、ノクティス王子。それじゃあ用件を伺おう。何でも教えるよ。情報元は秘密だが。好き嫌いは治ったかな。面倒なのがいてね、頼めるかい。よし、任せたぞ。さて、何をお出ししようか。
わかった。今用意しよう。いつでも寄ってくれ。それじゃ、また会おう。討伐に来たハンターだな。楽趣味ならここを進んだ先にある。いよいよ名画とご対面か。いわくつきのな。やばい、俺緊張してきた。これが楽趣味か。おでっか。これは霧？え、嘘でしょ。大胆だな。フロント写真だ。手も撮っていいの？捕まんない？早く撮れ。撮った、撮りました。このままやっちまうか。プロンプト！
くな。やっぱり俺強えわ。喉元すぎればか。正直ギリギリだったよね。じゃあ帰るか。この辺に撮影にいい場所があるんだって。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。ノクト、あれを見てくれ。なんだ？みんな服おしゃれだよね。俺ら真っ黒。属国における平和の姿か。武器販売といえばうち、見ていくかい？物足りなくなったらまたおいで。今日は何をお求め？次もよろしくね。あ、いや、ゴンドラ乗ってかない？この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。お、いい感じ。
いらっしゃいませ。お休みになりますか。じゃあ行こう。君たちの野菜、評判いいんだよ。また買い取らせてもらえるかい？うん、いい野菜だね。これなら客やシェフも喜ぶよ。また買い取らせてもらうから、余った野菜があれば言ってくれ。おかえり。自分で作った野菜ならノクタも食べられるんじゃない？またやろうよ。タルコット、すごいの見つけたぞ。これもしかして、オルティシエで売ってるやつ？どうしたんですかそんなの。うわ、やった、手に入った。いけたな、タルコット。マジ買ってきた甲斐あるわ。こんなに喜んでもらえるとはな。これ、あ、これかなり涙出た。の手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。え、もしかして。ああ、これ取ってきた。素晴らしい大スクープだろう。雑誌には載せられないね。子供の読者にはちょっと刺激が強すぎる。それに絵に宿った悪霊なんだろう。だったらこの写真にも宿ってるかもしれない。この危ない一枚は僕が厳重に保管しておく。せっかく撮ったのに。代わりに報酬は感謝の気持ちを込めて、いつもよりちょっとだけ色つけておくから。調子はどうだい？
いらっしゃいませ。ご利用どうされます？よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。店主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうとうちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。それが取引の話か。話が早くて助かるわ。じゃあ早速次に進みましょうか。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。
市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな、協力するわ。素直ね、よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。それは俺に帝国と戦えってことか。一言で言えばそうね。逆に言うなら、そんな騒ぎの中動けるような兵はこのアコルドにはいないの。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相、市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。わかった、首相として市民を守れ。父親に似てるわね。どうも。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ、面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギも、レイニスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水陣を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水陣の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水陣の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。
では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことを忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。
我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。やばれって。
俺に力を渡せ。俺は王だ。分かってんだろ。あんたの力がいるんだ。じゃあいいや、君が私が クリスタルを取り戻すよ。早く来いよ、ノクティス様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。やめなよ。全部わかってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト、ほっとけ。カルタナティカでは徒歩になる。黒い服のお兄ちゃんたち怖い。ほら、人を悪く言うもんじゃない。あとどのくらい？もうすぐよ。
こ見てたの？誰も見てないって。アコルド政府は地震後に起きた大災害を水神の怒りとして伝え残したいと説明しました。ノクティス陛下がご無事だったことについてアコルド政府は大変嬉しく思っています。災害は非常に大きなものでした。町の立て直しには問われ処刑されると発表しました。レイブス将軍は教員式の襲撃事件後に将軍へ就任。巨神討伐作戦を指揮した後、ルシス駐屯軍を率いてルシス国内の治安回復に努めていました。しかし水神討伐作戦では帝国軍の飛空艇を含む多数の兵器と兵を失い大きな損害が生じました。初めて行くんですよ私。綺麗なところですから見えるでしょう。食堂車に行かないか。気になる女の子見たいだけなんじゃない？違うって、お腹が空いたんだよ。カルタナ地下って何かあったか？さあ、でもしばらく停車するそうだぞ。